最初のテーマは試合の勝ち負けだけだじゃないいスポーツが社会にでできることですはい、元 J リーガーの細川さんは選手生活を3年で引退されて、はい、フロントスタッフに、ね、転身されて現在に至るということでございますがうん、うん、25歳でキャリアチェンジということもありますよね。これどのような思いが細川さんあったでしょうか キャリアチェンジってすごいかっこいい言葉で言っていただいてるんですけれども、うん、そんなかっこいいものじゃなくて、うん、単純にですねあの戦力外通告を渡されたっていうだけなんですよね。も<ー>、ね、もうプロのの世界ですからねそ,、はい、その時私も 家族もいましたしあの、はい、子供ももういたんですけれども、はい、まあ私自身はあのサッカーもちろん好きだったんですけれども、はい、子供の頃から、まあ、サッカーだけじゃなくてもうスポーツ全般が好きで、うん、スポーツに関われる仕事ができたらなっていうのは思ってましたので、うん、まあ本当にネガティブなものではなかったですね。うんうん じゃあその今週の授業のテーマの試合の勝ち負けだけではないというあのスポーツが社会にできることっていうところを引退した辺たりからずっと意識されてたっていうことなんですかね。 そうですねあの J リーグにはもちろん J リーグってその試合がありまして勝敗がつくんですけどももう一つ J リーグには100年構想っていう理念がありましてこれ知っている方も多い方は思うんですけれどもそのよりよい社会を100年かけて作るっていう、まあ、壮大な理念なんですけれども。はい 私はその100年かけてそういう社会を作るっていうこの理念にものすごくあの興味を持っていたというかそれもサッカーを通じてではなくてスポーツを通じてってあえて J リーグがそういうふうに言ってるんですよね。でそれを本当にその知った時に私はまあこういったことを本当に自分の地元である京都でえそういったことに携わりたいなというふうにあの思いました。うん この100年構想って何年ぐらいから言われてることなんでしょっけこれってこれはですね J リーグができて本当にもう 2, も3年経った時に、えー、はいそうです間もない時にあの言われてましたね、えー、今ももちろんあのみんなそれを目指してやってるんですけど当時、うん、プロ野球と J リーグの違いって、うんうん、もちろん今でこそプロ野球もですね、うん、地域に目指したっていうことをものすごく大切にしてると思うんですけれども当時はプロ野球はエンターテイメント J リーグがエンターテインメントでありながらもその地域に根ざしたっていうことをものすごく大切にしたっていうのが、うん、まあ約30年前ですよねその息吹は僕は見る側でしたけど感じましたよね、はいうん、なんかスポーツバーみたいな概念が各地域に出たりとかん,なんか応援する礎がなんかお店ごとなんか立ち上がってくるのが日本の中になかったんですよねあんまり。 一方的な一位観客というか、うん、あの見てる側としたら風船から数が飛び出してきたんですよーバーンっつって <laughs> 元年ですねあれはね J リーグの元年ではい、はい、ありましたね数が飛び出してきたんですよね風船の中から<ー>あれ多分ねビッグバンみたいな感じで<ー>あの時にあの J リーグはバーンと始まったなっていうそっからあの、はい、J リーグや構想みたいなことが、ね、できてたんだと思うんですけど確かに野球の時とは 違う。なんか巻き込み方っていうか。だ、うん、か商店街を上げて応援してる感じとか、うん、なんだろう。この感じはっていうのがありましたよね。本当にその地域全体がそのクラブをこう支えるって言いますか？うん、その、うん プロ野球みたいにこう球団がものすごく強固なあの存在ではなくて、うんうん、本当にクラブ自体がいい意味で弱々しい地域の人たちに支えられて初めてこう成り立つものそういうイメージがありましたよね確かにだから地域みんなで支える、うん、私自身やっぱり乃木坂で活動してると、うんうん、やっぱ私たち自身は本当にまあ10代20代前半で。 何もできなかったりするんですけど、うん、そんな中、こうファンの方とかに直接応援してもらえて初めて。 こうアイドルになれるみたいな瞬間がすごく多いので、うん、それはやっぱり共感できますけど、うん、スポーツでもそういったことを感じられるってことですかね、うん、あの本当に支えられる、うん、そのスポーツサッカーを見せてあげるとかうん、うん、スタジアムに来たらこんないいもの見せてあげますよとかそんな全くそういう態度ではなくて、うん、本当に皆さんのために戦います皆さんと一緒に戦います、うん、どうかみんな一緒にこの地域を盛り上げて一緒にタイトル目指しましょう もしかしたら、その今の早川さんの気持ちと似てるかもしれないですね。だってさ、あの、はい、乃木坂の前はさ、はい、秋元さんは。A. K. B. とかさ、はい、か場所とさ、アイドルを接続したでしょ、うん、結構僕、僕スポーツと近しい、なんか。ああ、でも、そうかも。接近としては、近いかもしれないなと思います。うんな,すね、なんか、そういう場所性とね、はい、そういう。 チームというか、スポーツを通じて、応援しているサポーター同士の関係性も、なんかすごい強固ですよね。うん、なんで、でなんでこんな高ぶるんだろうっていうのはありましす。<laughs> 確になんか選手同士のライバルが、ファン同士のなんかライバル関係じゃないですけど。うん、なんか良い意味で、ファンも高め合ってるみたいなところは、よく見かけますよね、うんうん。なんか細川さん、あの、スポーツと、なんかエンターテイメントの、なんか共通点っていうか、共通点みたいなことって感じられますか。 そうですねタッカーもそうですし早川さんたちがされているような、うん、そういうアーティストの活動もそうなんですけれども、はい、地域の人たちに対して、うん、まあ大げさに言うと「あの世の中っていいもんだよ、まあ、働く」っていうかね、うん、生きていくってすごくいいもんですよっていうことを伝える仕事。うんうん かなって思ってて思ます,要するにもちろん大変なこともいっぱいあるしサッカー選手だってもう本当に大変なこともあるんだけれどもでもあのどんなにその負けが混んでもやっぱり諦める選手はいないしこの早川さんの仕事だってすごく大変な部分を人に見せない大変な部分あると思うんですけれどもそれでも前を向いて積極的で弱いところを見せずにで人たちに勇気を与えてこう勇気づけるそういう意味ではものすごくあの共通したものはあるのかなとは思います。 ちょっと一個だけ僕細川さんが聞きたいのがあのちょっと僕もちらっとあのジュニアチームでやってたから分かるんですけど、はいはい、選手の時のマインドっていうか戦力外を受けるってことは一回ちょっと、うん、なんか不要って言われちゃうことじゃないですか、うん、心が折れるところで、うんうん、でもなんかそこのチームにいるとかサッカーの業界にいるとかって結構メンタル面で細川さん強いなと思ったんですけど、うん、そこは何で入れたんですかね、うん、そのサッカーということもあるし京都という場所もあるし。うん そうですね。あのあんまり今言われて、私自身もそこは深く考えたことはなかったんですけど、<laughs> はい、メンタルが強いことはないと思うんですけども、うん、そのなんていうかなもう解雇というかその通達をされたことに関してはもう考えなかったですよね。うん、深く何も考えなかったです。うん、もうその先のことを考えてましたし、うん、えっとそのことに関してこう何か悔やむとか後悔するってもちろんあるとは思うんですけど、うん、そこに長くひ 張られるっていうことはまあ私自身はなかったですし、うん、まあそういう人が多いんじゃないかなとは思いますねやり尽くしたんですもんねやり尽くした上での結果ですもんねん通達ですからで多分で、ね、サッカー詳しいですからね <laughs> の誰の詳しいじゃないですかもうそこまで極めてるんですからね<笑><笑>あとはそのもう私はサッカーしかなかったのでここで生きていくしかなかったまあそれもあるかもしれないですよね他のことできないもうサッカーしかなかった、うん でそこで道をね与えてくださったクラブに、うん、あのもう本当に今も感謝してますし、うん、この京都のこのクラブが私をこうプロの選手としてアウトになった後もですね、うん、そこであの拾ってくださったっていうことはもいまだにあの感謝してますし、うん、どこかでこう恩返しをしなきゃいけないってもうずっと思いながらあの日々働いてます、うんうん、ありがとうございます。 じゃ今はね恩返ししてる途中だし、うん、っていうことなんですかねまだまだね、うん、続きがありそうですけど、うん、いかがですか早川さんお話が終わって。いや今お話を聞いてて思ったのが、うん、過去に戦力外通告を受けてっていう部分とか、うん、経験があるとやっぱりこう弱さが分かるわけじゃないですか、うんうん、ずっとトップにいても分からないことがあって、うんうん、ちゃんと。 上から下までいろんな人の気持ちを考えれる細川さんだからこそ今こうやってあのスタジアムとかで活躍されている選手を支えていけることができるのかなというふうにお話聞いててすごく思いました。僕もそう思いました。痛みを、ね、<laughs> 痛みを知っているとね。はいはいという一回目のお話を伺いました。はいありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。した <laughs> 三味一体で支える文武両道の。 人材を世界へです、うん、今週より京セラ株式会社広報室コミュニケーションデザイン部宣伝課梶高明さんと岩崎さなえさんにもご参加いただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします今回は京セラと京都産が FC そして立命館学園が三位一体で推進しているすからアスリートプロジェクトについて伺ってまいりますお何ですか はいこのプロジェクトはですね約20年前にあのスタートしたプロジェクトなんですけれども京、はい、セラの昨年お亡くなりになりましたけれども稲森名誉会長と立命館の理事長様の、まあ、お二人のお話の中から生まれたプロジェクトなんですけれども、はい、社会に貢献する人材を育成していこうということで一緒にじゃあやっていきましょうと。 うん、いうことからスタートしましまたで何かと言いますと、うんまあ、サッカーだけでもなく勉強だけでもなく、うんえー、やはり両方兼ね備えた、うんえー、世界に通用する選手を輩出したいという本当に高い、うん、あの理念のもとで、えー、始まったプロジェクトです。うん でえー、このプロジェクトは立命館宇治高校という立命館の付属高校が、はい、実は、えー、サンガの練習場の隣にあるんですけれどもそこの高校にサンガの1 8の選手ユースの選手が、えー、学校に通わせていただいて、えー、専用のサンガの練習場で練習をするそして京セラ様に立てていただいた寮 選手寮ででで、えー、そここ生活をするとということで、えー、学業は立命館様で、うん、サッカーはサンガの方でそして全体の支援を京セラ様でということでスタートしたプロジェクトなんですが、うん、この特徴はですね実はこの寮を作ったり学校と提携するっていうのはサンガだけではなくてシマアントラーズさんガンバさんと結構多くのクラブでやってるんですけれども、はい、この特徴はですね勉強を本気でさせる、うん 俺が日本でなななかかかった、うん、で勉強も本気でさせますので要するにですねサッカーだけ上手でもサンガユースには入れない勉強も一定の成績を取っていないと J クラブのサンガのユースに入れないということになります。で当初このプロジェクトを立ち上げようとした時にですねそのユースのコーチたちにいやそんな勉強もできてサッカーもできてんそんな選手 どんだけいるんですかと、うん、で三が優数そのそもそもチーム成り立ちませんよって言われたんです、うん、で確かにですね立ち上げて三年ぐらいはですね非常にあの苦労しました、うん、ただ、うん、このその勉強もしっかりやって、えー、サッカーもやるっていうこの理念に実は、うん、まあこちらからスカウトが動いて選手を獲得するもそうだったんですけれども最初にですね、えー、久保裕也っていう選手がいました、はいはい、高校三年生の時に 日本代表に選ばれたんですけど、うん、彼はですね中学校で成績が学校のトップクラスで,、うん、でサッカーではもちろん U15 の日本代表っていうことでご両親がこのサンガのプロジェクトのことをどこかでですね情報を入手されて、うん、彼の方からこちらにアプローチがあった。<ー>で、えー、サンガに入団していただいた。 そういうケースが3期生4期生ぐらいから徐々に出だしてですね、うん、こちらから取りに行かなくても逆に選手の方から勉強もしたい<ー>サッカーもしたいっていう選手がどんどんこう来てくれるようになりましたで今回あの日本代表に選出されました川崎選手、うん、実はそういった選手の一、ねうん、人で彼はバンフォーレ甲府のジュニアユースの選手だったんですけれども、うんうん、サンガに来てくださった。 でヴンホールの方たちもお理解を、まあ、彼の将来のためにっていうことで、うん、このプロジェクトに入ることをあの許可してくださったと。うん、でその結果が、まあ、川崎選手は立命館宇治高校でも本当に学業もトップクラスでかつサンガに、えー、トップ昇格し今は、えー、若くしてチームのキャプテン、うん、そして、えー、日本代表にも今回選出されたという選手が排出できるようになってきたというのがこのプロジェクトです。うん すすごいですよねなんか理想だけじゃなくて、うん、もう実の部分もついてきたというね選手も実際育っているという状況でございますが、うん、京セラさんはこのプロジェクトについてどんなね気持ちで取り組んでいるのかというお話をです、ねうん、京セラの岩崎さんちょっと教えてください。 はい私たちこの京セラは京都に本社を置く地元企業の一社としましてこういったスポーツ振興であったりとかこう地域の活性化ということのためサンガのクラブ設立時1994年よりりずっと応援をし続けてきてきおります今回このようなサッカーだけではなくこう学問においてもこうグローバルに活躍できるこう世界水準の 一流選手さらに人格を備えられるようなこういった育成ということにすごく共感をさせていただきましてこういった素晴らしいプロジェクトにこう貢献できればという思いからこう支援を続けてきております。 企業側の理解とサポートの仕方もね、素晴らしいなと思うんですけど、細川さん、あれですよね。うん、ご提案されたんですよね。そうですね。あの、稲森名誉会長にいろんなご相談をさせてもらったんですけれども。うん、<の>それもどすごいですよ。それはビジネスマンとして。<laughs> すごい震え上がりますけどね,、うん、すね。あの、そうなんです。あの、本当に、我々は恵まれた環境にいまして、うん、実は稲森名誉会長も。かつてはですね、あの、一年一回はですね、グランドに来てですね、選手たちに直接お話をいただいたんですよね。 でその時に毎回同じ話をしていただくんですけどそれは何かって言いますと「うん、サンガに携わってくれた選手たちにはえ幸せな人生を送ってほしい」と、うん、ういう話を毎回されてそれはどういうことかっていうと、うん、そのサッカー人生っていうのは人生から見ると本当の瞬間的なもので。うん サッカーができるのは本当に短い期間だと、うん、で人生っていうのはもっと長いものなので、うん、それでも幸せになってほしい<ー>そのために人格を磨いてほしいっていうお話をずっとされていました、うん、で今回このカラースリートプロジェクトの話がこういろんな計画が進んでいく中でですね、うん、実はこんなエピソードがあったんですけれども、うん、我々現場のスタッフと学校の先生方とでいろんな話を詰めていく中で3が、えー タウンってまあ我々の練習場の敷地内に特別にキャンパスを作って、で、その参加のユース生だけの授業をする。うん、そしたらサッカーに専念できますよね。うん、という環境を作るっていう計画まで立てたんです。で、それを稲森名誉会長に、今こういう計画で考えていますということを報告に行きました。うん するとですね、稲森美代会長は、それはダメだ。そんなね、サッカーの選手だけで授業をするっていうのは良くない。なうんうん、一般クラスに普通に入れなさい。っていうふうにご指示をいただいて、うんうん、え全部計画を白紙に戻して、うん、一般クラスでやらせていただくっていうことを設計し直したんですよね。うんうん、結果的にですね、その立命館宇治高校は立命館大学の付属高校ですから、まあ、受験、うん すすするる学学校校でででははなないい受験んですね、うん、その代わり語学であったり、うん、特殊なそのいろんなこう多岐にわたるこう活動をすごく力を入れてやるんですよね。うん、例えば文化祭とか体育祭とか、うん、もうそれ異常に力を入れてやるんです。 楽しいんですよね。選手たちも、うん、学校生活が楽しい。稲尾めやこたちが撮っていただいたような普通の学生と一緒に生活させるっていうことがどれだけ大切かっていうことを、うんまあ、本当に身をもって感じたっていうのがありました。うん、めちゃくちゃいい話ですね。うん、とてもいい経験しましたね、シシお父さんね。うん、<laughs> 本当にそのさんがだけでは全くできないプロジェクトだと思います。企業側のスポンサードって気使っちゃうじゃないですか。選手にも学校にも気使っちゃう。 感じはするんですけど、うん、それをなんかやっぱね、稲盛会長は一歩踏み込んでるじゃないですか。うん、こういうのってなかなかできないですよね、うん、企業側からね。そうですね、なかなかサンガさんからの方から提案があったっていうのはすごく大事で、うん、やっぱ我々スポンサードっていう形で入らせていただいてますけど、うん、学校まで入っていくってことは我々からは多分提案できないので、うん、そうですよね。はい、我々としてもありがたいというか。ホスカーさんからのパスをね。 うまくゴールにね、したということだと思います。うまいよって別にうまいこといけない。んですいやでも本当そうだと思いますよ。白紙戻されてね、大変だったと思いますけど。はい、そしてですね、来週なんかやるんですけど、あのエアさん兄弟があの。ボールは友達、カードは親戚っていうことで、ちょっと聞いてる方何のことか、わかんないかもしれないですけど、あのちょっとね、企画をやりまして。トレーディングカード。はい。これはね、来週ちょっとお話をしますけど。はい。 なんかスマートフォンをね通じてやるのを来週ね採するわけですけど、あそんなスマホといえば映像配信サービスレミの光 TV で配信中のアクトレスに市原カノン役で出演中です。よかったらはいもちろんです。見ていただけたらなというふうに思います。僕はねスマホの話したからしたんだもんね。僕はパス出しましたから大丈夫です。ゴールさせていただきますたい。 ちょっともう一つスマホから離れてしまうんですけど、うん、アクトレス公式メモリアルブックがロングインタビューや撮影のオフショットなど見どころ舞台裏がいっぱい載ってますので、ぜひよろしくはアクトレスデーミーので検索してみてください。うんはい、セラちゃんもねアクトレス頑張ってるし、はいはい、来週にね、はい、あのカードの方続きますので、はい、来週の方もお楽しみに、はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてのテーマは AR で選手が飛び出す。 テクノロジーかけるファンサービスの可能性です。飛び出すトレーディングカード、カーダさん、この企画は AR 三兄弟が開発を手掛けられたんですよね。そうなんです。はい。ボールは友達、カードは親戚なんで、はい、ちょうどいいんじゃないかなと思って、はい、でちょっとご提案し,してみたんです。岩崎さんとね、カジさんにしたらなんか強セラスペシャルデーっていうのがあるから、<お>もしかしたらこれのタイミングでいいかもしれないということでお話し。いか<お>がでしたかあの提案した時は岩崎さん。 はい、私たちこの「京セラースペシャルデー」というのを、えー、と今年で23回目になります。サポーターの皆さんとか観客の皆さんとこう一緒にこう盛り上がれるそして地元京都のこう活性化につながるようなこういった企画を年に1回こう実施してきているんですけども多くの方にこう来場していただくきっかけとなるようなものっていうのをいろいろと考えたりをしていました。で えっと、そのカナさんがこういろいろと新しいものを次々とこう企画されている中で、ぜひ一緒にあの何かできないかなっていう風に思いながらの時にこういろいろとご相談をしながらいろんな企画を上げていく中で、すごくこうなんか新しいことができるんじゃないかなすごく思いました。なんかいろんなねパターンも考えたんですよね。最初なんか僕も本当に怖いもの知らずで。 サンガの監督はなんか、監督でやりたいとかね、マスコットでやりたいとか。<laughs> ありますね。いろんなちょっと乱暴な提案をしちゃったんですけど。でもマスコットも可愛くていいですよね。そうですよね。うん、細川さん、監督はやっぱ稼働できないですよね、こういう時にね。<laughs> いい <laughs> いやそんななことないと思います監督実はあの <laughs>、うん、結構お茶目なところがあって多分提案してれば別にやってくれたんじゃないかなと思います,す <laughs> なんかせっかくね選手今回3人作ったんで次回なんかあれば監督となんか同時にやるの<ー>ぜひぜひピッチからねなんか声をかけてるような感じでなんかやったりとかいいかなっていうね。っていうのもありながらえー。はい あ僕のモニター見てみんなこういううわ飛び出してるでしょこれカードから選手が選手がねこうやってリフティングしたりとか2枚やるとね、はいはい、チームプレーもできてこうやってパスを渡してうん、うん、センタリングとかねうん、うん、これをねあのお配りしたんですね、うん、はいというのもあってこれの体験された方々の声が届いているということでお<ー>ちょっと聞いてみましょうか気になりますね え、すごー。あー、すご。え、すごい、すごい、すごい。あ、すごい。<laughs> 欲しかったです。<laughs> スタジアムに来て、カードをもらったら。実際、早速試してみようと思ってたんです。<laughs> えー、すごい。あ、え、かっこいい。あ <laughs>、あ、すごい、かっこいい。え、めちゃめちゃ、これ。 斬新、<laughs> 斬新、あ,あリアル、あすごいリアルですねこれ、最高ですもうあ二人同時に、あ面白い、これ面白いですね、もっと先を増やしてください。というね、あこれ河田さん聞いたらもう嬉しいです、ね、嬉しいね。 こいいかっこいいかっっっここててなってました、ねはい、これは実際ね僕らが練習場にお邪魔して撮影もさせてもらってね、うんはい、一応撮影所が一応用意したあの京都にもあったんだけどなかなかやっぱ選手川崎颯太選手とか、ね、大学の学業もあるから忙しいってことでうん、うん、なかなかスタジオにも来れないしどうしようかってなって「うん、じゃあ僕ら行きます」って言ったんですよ。 京都行って撮影して帰ってきたんですけど<ー>だから新たな発見もありましたようこういうい選手のこういう体をまず撮るっていうのはフォトグラメトリックっていう 3D モデルを撮る技術なんですけど、はい、それを普通はねスタジオで何百台っていうカメラがあるところに入って撮影しなきゃ撮れないんだけどまあ僕らの創意工夫で撮ったものを AI をゴニョゴニョして作ったんですよね。 ゴニョゴニョして、はい、あの隠し味として、<laughs> はい、あとモーションと動きの選手の動きとかも計算して、はい、えー、モーションデータを取り出すっていう、すごいね実験的な、綺麗に取れましたよね。難しいこととかなかったんですか？うん、難しいことはねあったんですけど、はい、でもなんか選手はやっぱ何よりもやっぱパフォーマンスが上手でしたね。はい、ああ。 なななかなかこんなよくわかんない人たちの前で<ー>カメラに囲まれて急にもリフティングもチームプレーもできないような気がしますけど、はい、パキッとできましたねやっぱりどこかにやっぱりエンターテインメントとして間接、はいまあ、は口で説明しましたけど、はい、なんかどこかしらこの先に楽しんでくれるサポーターがいるってことでどこかで信じてやってくれたんだろうなという,、ね、う印象がありましたけど、ね、いかがでしたか梶さん。 えっと、私実際にあのクラブハウスの方で立ち会ったんですけど、はい、正直多分選手も同じ気持ちだったと思うんですけど、はい、スマホが何台か置いてあってその真ん中で、まあ、動いてもらうんですけど、はい、ほんまにこんなんで取れんのか <laughs> っていうすごい不安はあってそうですよ、ね、もともと数百万とかかかる、まあ、その機材が必要ってう聞いてたのでで,す、ね、でもその出来上がったものを選手にも見てもらったんですけど。えー めちゃくちゃリアルにすぐに上がってきてこんなに簡単に撮れるんだと思ってそうですねイメージとしてはんかすごい緑色の四角い部屋に入ってそんなきゃいけないみたいな全身タイツみたいなの着てねありますけどそれはひとえに僕の技術力なんですけどですね。でもも選手のご協力ととかいろんなこ あってできたんですけどうん、うん。はい、そうなんですね。細川さんはこの企画を実施して手応えはいかがでしたか？あの当日にですね、サポーターの方にいろいろお話聞いたんですけども、はい、本当にあの皆さん驚いてらっしゃって、うん、もう本当に大好評でした。<laughs> で、やはりですね、あの今回三選手だったんですけれども、はい、できれば全選手作ってほしいっていう声本当にたくさんの方に、うん、あのお聞きしました。ね、あの本当にあの皆さん。 とっても喜んでくれてました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやなんか一回こういうのね事例があると次にね進みやすいと思うんで。そうですね。だって謎ですからね飛び出すんですよって最初によくねチームねあの皆さんくどいていただきました京セラのねいくら京セラさんから言われても謎ですよね。いや結構社内でもなかなかみんなが理解をしてくれなくて。できないよね。実物見ってやっと。 お、すげーってなりました、ね。そうですよね。各段階はなかなか理解を得られなかった。<laughs> そうですね。フォーターやファンの方は大喜びですよ、ね。うこういうのは。いや、このね、はい、あの皆さんの声もしっかり受け取ったんで、うん、続きのことも考えたいと思います。はい。はいはい、はい。というのも踏まえて、いかがでしたでしょうか。そうですね。この技術はぜひ、乃木坂フォーティシックスのなんかカードとか作ってほしいなって。やっちゃう。 思いますね、飛び出すセーラーやっちゃう,ちゃう飛び出すセーラー <laughs> いろいろ歌ったり踊ったり、うん、いろんな衣装を着て出てくるとかも、うん、いいよねめっちゃファンの方は全全部の衣装の推しを揃えたいみたいなのは、うんうん、あるよねあると思うのでこの回数重ねてて思うけど結構やっぱサッカーとアイドルの声、うん、結構隣り合ってるい、ね、いや結構似てますね、うん、で実際にライブとかでも私も声援とか聞く機会が多いのでそう,だよ、ね、そういった意味でもやっぱ ファンの方の応援がどれだけ大切かみたいなのは、うん、私もすごく常々感じているので、うん、選手も同じ気持ちなんじゃないかなっていうふうに思いますね,ねその共通感を感じながら、はいえー、今回はここまでとなります、はいえー、皆さまありがとうございましたありがとうございました続いてのテーマはスポーツで地域を拡張みんなでアイデアを考えようです 今週はスポーツと地域をテーマにどんなことができるのかアイディアを考えていきましょう。川田さん京都と聞いてどんな印象がありますか。なんか落ち着きたい時にね行きたい印象がありますけども、うん、あれですよね京都といえばあのあそうかいろんな企業さんもねいらっしゃるし文化庁の移転がありましたねそして関西万博とかね、うん、関西の方にちょっといろんな風が吹いてるなっていうのもありますけど高橋、うんうん、さんいかがですか。私自身まあ大阪出身であり。うん 母方の祖母が京都で和食の料理屋さんをやってるのですごい京都に行く機会も多かったですおばんざいはい、うん、おばんざいもうそうですしやっぱりあのそういう家族に会いに行く以外でもやっぱ実家に帰った時にどこで遊びたいかってなったら、うん、東京には絶対ないあの空気感である、うんね、京都に行きたくなりますね、うん、で、そこでやっぱりまあ食べ物も和食も、うん 和菓子いろいろあったり、うん、お洋服とかでも結構意外と洋服と和服のコラボみたいなお洋服とかいろいろそういうアパレルとかも結構あって歩いててすごく楽しいお店が多いんですよねだからそういった部分と何かこうつなげれるとねもっと活性化されていきそうですけど、うんうんうん、じゃあアイデア考えていきますか実現してていいいきたいことっていうのは 例えばどういうういことがあるでしょうかえそうですねあのサンができることってその大それたことはないかもしれないんですけれども、うん、あの例えば今回、まあ、こうやって川田さんや早川さんとこう出会えたっていうのも一つ大きなことだと思うんですけれども、はい、例えばサンガができることってそういう、うん アイディアとアイディアが混ざるとか人と人が出会うとかまあ企業と人でもいいんですけれども要するにクラブがこうパレットになるって私言ってるんですけどもそうやってサンガが何かを作り出すとかサンガが何かをこう生み出すっていうのもあるのかもしれないんですけどそれ以上に人と人がサンガを通じて出会うとか企業と企業が出会うとかまあそういうプラットフォームっていうかこうパレットになる。が地域のそういういパレット にななっってて地域の人たちがつながついくそして一緒に何か新しいものを生み出していく、うん、そういう土台になれたらいいのかなっていうふうに思ってます。 一、えー、つエピソードをご紹介させてもらいたいんですけれどもホームゲームの時にですね、うん、障害をお持ちの方が、えー、お作りになった小物とか、えー、お菓子とか、まうんま、スイーツとかですねいろんなものをスタジアムで販売をしていただいてるんですけれどもその時にですねちょっと私あの非常にこう心がねあの揺さぶられる出会いがあったんですけれども、うんうん、あるですね親子 お母さんと娘さん、ちょうど娘さんって言っても二十歳ぐらいの方だと思うんですけれども、うんはい、その親子がスタジアムに来られてたんですよね。で、スタジアムの前で、その娘さんとお母さんに私、ちょうどこう鉢合わせになったんですけれども、はい、え娘さんはあの白い杖を持っていらっしゃいました。でお母さんの腕を しっかりと握ってですね2人でスタジアムのをキョロキョロされたんですけれどもそのお母さんが私に尋ねてくださったんですよね実は今日こういうお菓子がスタジアムで販売されているはずなんですけれどもどこで売ってるでしょうかって聞いてくださったんですよ私そのお菓子の名前を言われてもなかなかピンとこなかったのでちょっと何のことかわからなかったんですけれどもインカムでスタッフにこういうお菓子今日売ってるスタジアム内でって聞いたらですねあるスタッフが があそれはそここううれたんです、はい、でお母さんとその娘さんにあそのお菓子は確かに今日スタジアムのここここでこういうふうに販売されていますっていうお伝えしたらですね本当にででですすね喜んんくださったんですよ<ー>その嬉しそうなその笑顔がもう本当に私この30年近くクラブで働いてますけれども、うん、あ本当にあこのクラブで働いていてよかったなっ、うん、本当に心から思えたんですよね。うんで その親子が本当に幸せそうで、うん、その親子と。 そのスイーツの間に、まあ、どんな物語があるのか私わからないですけれども、うん、その J という舞台にそのスイーツが販売されているっていうことに関して本当に心から喜んでくださってる、うん、私は、うん、あすごいなやっぱり J リーグと思いましたし、うん、ここで働けていることに本当に感謝をしましたし、うん、こういう出会いを作れるまあサンガとこの、うん 親子が出会うきっかけってそのおやつがなければ、うん、多分出会うことなかったと思うんですけど、うん、まあそういう出会いを作れたこれもサンガとしての本当に大きな魅力だしこういったことをやっていくべきなんだなって本当にあのその時心から思いました、うん、いい話ですねなんかサッカーは中心にありますけど、うん、でサッカーを見に行く人たちが集まってるわけですけど人が集まるってね一つの力ですよねそうですね。 あと地域の人たちもさ、山間で誇りを持ってるから、それに関わるっていうのは嬉しいんじゃない？そこに関われたっていうのもね、うん、嬉しいからやっぱり見に行きたいしっていうのがあったんでしょうね。ういかがですか、相川さん。今お話聞いて、うん、私自身経験したこともあってそういうことが、うんうん、あの耳が聞こえないファンの方とかが来てくださった時に、うんうん、初めて来てくださった時に、うん、うまく対応できなかったんですね、私が。それがすごい悔しくて、こう簡単な 挨拶を絶対次はできるようにしたいと思って行ってできるようになって行った時にすっごい喜んでくださってもうそれ以来あの毎回来てくださる方がいらっしゃるんですけどそういういろんな方に喜んでもらえるってやっぱりすごくこう元気が出るんですよね。もちろんあの小さいお子さんから 一番上のの年齢方方まででどんんな方でも嬉しいんですけどやっぱりそういう特別なこう出会いみたいなのは一生気持ちに残りますしそこからどんどんやりがいにもつながっていくのでそういった経験を細川さんがされたっていうのはやっぱり大きいのかなっていうふうに今お話聞いて思いました、ねうん、違違うう競技ののね違う分野からのパスだしね。うんはい 違うアシストですよね、うん、がそのスタジアムを中心に行われてるっていうのはね理想的な形だと思いますけどもそして、えー、今回参加いただいてる学生さんからですね「ア、はい、アイデアを、ね、い,ただいてるんです海外地域のお店や企業とコラボした食べ物や商品をスタジアムで販売する」というふうに書いてくださってますね。だってね、うん、前ににフォーム書いたことは、ねはい、でこういう、うん、コラボもいいでしょうね。はい なんかかせっかく人人がが集まるしその会話の人違ねあと多分小説が映画化されるみたいな感じで海外、うん、のお店がそのスタジアムで売られるって結構やっぱりある意味の地域的なゴールだと思うんですよ、ねはいうん、そうですよ、ね、そこゴールとしてサンガのねなんか、えー、こういった食べ物とか売店とかに並ぶっていうのは一つのゴールだと思うんです、はいはい、いかがですかこのアイデア細川さん。 いやあのすごくあのいいアイディアだと思いますし、うん、あの実はその各クラブ、まあ、サンガもそうですけどもそういったことをどんどんやっていきたいということでい、うん、いろんな取り組みはしています、うんでえー、サンガもですね実は京都っていうあの地域性を生かしてですねビジターのお客様に対して京都のならではの商品を、うん、展開させていただくっていうようなこともあのいろいろとさせていただいています。うん あの京都の,その有名なお菓子屋さんがもう臨時でスポットでですね、うんえー、そういうお店を出してくださるとかですね亀、うんえー、岡の地ビールを、えー、販売するとかですね。 今あの新たにスポンサーになってくださった幼児屋さんってかかかりりまますすねね<あ>東京の方でも屋さんが、まあ、スポンサーになってくださったんですけれどもうん、うん、幼児屋さんとコラボした何かショップみたいなものも今考えているところなんですけれども、うんまあ、そうやって本当にあの今学生の皆さんから見ていただいたように、はい、地域のと皆さんと一緒に作っていくお店っていうのは本当にあの大切だと思います。 確かにそういうのがあるとあのスポーツにそこまでこうまだ興味がないっていう方でも来て楽しんで,、うん、でスポーツも好きになってっていうことでそうだよ、ね、どん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 活性化するんじゃないかなきっかけになるよと、ね、例えばこう、うん、彼氏さんがすごいサッカー大好きで、うんうん、彼女さん「えー、サッカーあんまり興味ないかも」って言ってたけど、うんうん、来たらそういう商品とか食べ物とかがいっぱいあると。うん 来たいこれからもでついでにサッカーも見て超楽しいとかなれば、うんね、どん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 応援するサポーターの方も増えるんじゃないかなって思いますよね。うん、あとすごい渋い京都の歴史の方に興味ある人が、うんね、スタジオに来るっていうもいな、ねうんうん、確かに。ということで細川さん、うん、明日はサンガのホームゲームがあるんですよねそうですね。 第18節、えー、横浜 FC 戦が、うんえー、6月24日土曜日夜7時キックオフで、えーはい、サンガスタジアムバイキョーセラで、えー、行われますぜひ応援してください、うん、応援します応援しましょうね、はい、ちょっとサンガ寄りになってきたよね僕らもね <laughs> <laughs> なんか応援,した応援したくなっちゃうよね実家帰ったらもう行こうかなって思ってきました、ね、な,なんかちょっと紫のもの、はい、ちょっと羽織りたくなります、ね、はい。はい、学生から細川さんへの質問です はいい佐々木さんお願いします先ほどあの細川さんの話の中でビジターで観戦に来られた方に対していろいろ京都らしさってものをアピールしているって話を聞いて何度も来てもらいたいようなスタジアムを作る上でこれからやっていきたいなと思っていることとかってありますかそうですね、あのー デジターのお客様、まあ、もちろんそのライバルではあるんですけれども来てくださったお客様であることにはあの変わりはありませんので,でわざわざあの京都まで来てくださってるということでまず私たちが今意識してることでこれからもっともっとその意識していきたいなと思ってるのは今あの入場ゲートでですね ボランティアの皆さんがチケットを確認したりとかその日のマッチデープログラムやいろんな配布物を配ってくださったりとかボランティアの皆さんがやってくださってるんですね。うん、でその人たちも,もう自分たちでおっしゃってるんですけどもそのビジターのお客様たちに気持ちよくこう入場していただきたい、うん、ようこそ京都に来てくださいましたっていうようなちょっとした声かけかもしれないですけれどもそういった態度 いいらっしゃいませありがとうございますってその機械的な対応ではなくてそのボランティアさんたちが、えー、東京やさっきおっしゃったあの北海道や九州から来てくださったお客様に対してようこそ京都へ本当にあの京都楽しんでいってください一緒にいいゲームやりましょうっていう気持ちを伝える、まあ、そんなことをボランティアさんは今やろうとしてくれていますでそれをもっともっと浸透していけたらいいなと思いますし今そんな サンガに限らずですねそのビジターのお客様を温かく迎えようっていうなんかこれ日本人独特かもしれないんですけど、うん、もしかしたら海外のクラブであんまりそのビジターを温かく迎えるってあんまりないかもしれないんですけど、うんうん、これは J リーグの私はいいところだと思ってます、うんうん、ビジターのお客様を温かく迎え入れる、まあ、それはあの形だけじゃなくて気持ちの部分でなんかそれができたらいいなと思いますし、えー、私自身そういったことをやっていきたいなと思います。うん ありりがとうごございまますすごくチャメになりました、はい、では続いて実川さんお願いします僕の実体験であのスタジアムにサッカー見に行ったりすること結構多いんですけどそれよりも一番記憶に残ってるのが公開練習を実際見に行ったことが一度あって、うん、あのスタジアムで見るよりもすごく親近感がすごい湧いて実際に。 あの練習してるところとかも見えたり、その入ってくるところも近づいて見れたりとかして、すごい公開練習が、親近感が湧いたんですよ。で、公開練習することによって、その起こるなメリットだったり、デメリットだったり、あるのかなっていうのを聞きたいです。ありがとうございます。 おっしゃる通り、あの、J リーグは、あの、サンガもそうですが、公開練習というのをします。ヨーロッパのクラブとかだと、もう全く練習は公開しないっていうクラブ多いと思うんですけれども、J リーグは比較的練習を公開するんですけれども、練習はですね、おっしゃる通り、選手の人となりっていうのが、ものすごくよく見えます。例えば練習終わってから、芝生の上に座って、えー、選手同士で話していたりとか、まあ監督が何人かの選手を集めて、少しこう、 雑談をしていたりとか、いろんな風景が見れて、あの、本当にあの選手が試合の時には見せない表情を見せてくれるので、うん、あの公開練習って、サポーターとえ選手がより近くなる、本当に大切なあの時間だというふうに思っています。うん、選手もですね、例えば今年三月も何度か、もちろん練習公開してるんですけれども、土日とかになるとですね、もう本当にあの。 この前も300人ぐらいの方何もしてないんですけど300人ぐらいの方が来てくださって練習終わってから選手はあの自発的にこうサインをこうしたり写真を撮ったりあの選手たちしてくれるんですけれども、うん、もうあの全ての選手がですねあの最後の一人まであのサインをずっとしてるんですよね。これはは、ね、私が現役だっったその30年ぐらい前にはちょっと 考えられなかったとか、その当時は。 だから私たちプロ選手ですからみたいなそんなちょっとそういう気分が当時はあったんですよね、うんうん、でも今の選手って全くそういうのがなくて本当にファンの方に支えられていてファンの方あっての自分たちっていうのが選手も分かってますしまた選手自身も子どもたちに自分たちが何をしなければいけないかっていうことを自覚してるのでそのスタッフが止めない限りサインを続けるっていう、まあ、そういう感じなんですね。 感じでもうすごくいい雰囲気を作れるとか逆にスタッフがですねこうどうやっていつもサインの時間が終わらないので、まあ、それをどうやってコントロールするかっていうどうやって剥がすかっていうか剥がし役いないでしょうけどねスタジオにはね。そういうところですかねあのおっしゃる通り本当にあの練習公開って <laughs> う<ん>まああのー 早川さんの場合だとそのリハーサルを公開するとかそれないかと思うんです。ないですね <laughs>。ですよね。サッカーの場合はまあそういうのがあるんですけども、はい、あの非常にこう魅力的な時間だとは思います。ね、だそうですよ。ねね、ありがとうございます。 まあ選手もやろうと思ったらマーク外したりしてますからねやろうと思ったらできるでしょうけどね<笑><笑>ちゃんと答えるってことですねでもきっと選手の方も昔そういう経験をされてる方が多いのかなっていうふうにそう,、ね、そういうのでやっぱり将来選手になりたいみたいなきっかけになることってすごく多いですからねそういった面でも未来を作るってだね。つながりますね,ね、はい、では続いて高松さんアイデアももらったけどねあの前回ねありましたでしょうか質問。 1、まあ、一つ質問したいんですけど、うん、J リーグの100年構想でスポーツを通じてより良い社会を作るという話があったと思うんですけどスポーツという大きな枠組みで何かストカーさんとかサンガのチームの方々がサッカー以外のスポーツと一緒に連携したりとかしてみたいっていう気持ちってありますかはい私がですね 本当にそのフロントのスタッフになりたての時にですね実はこの理念が私大好きだったもんですから小学校に選手やコーチが行ってサッカーを教えるっていうサッカーを一緒にさせてもらうっていうようなことはあのどこのクラブでもやってたと思うんですけれども私は京都の その J リーグのこの理念に賛同してくださる水泳の指導者の方とか、陸上の指導者の方、体操の指導者の方にいろいろ話をさせていただいて、J リーグってサッカーやってるだけじゃないんです。地域にこういうものを作っていきたいんですっていう話をさせていただいて、それに共感してくださったいろんな種目の指導者の方々に、この日だけはサンガのエンブレムをつけて指導してほしい。 でお願いをして、うん、全員サンガのエンブレムをつけて、体操の教室、陸上の教室、水泳の教室みたいなことをこうやっていただいたことがありました。あのそれはあの本当に皆さん共感してくださって、本当に楽しいあの機会でしたしまたあの、 20年以上前からなんですけど、あの、介護予防って言葉わかりますかね介護予防って、高齢者がいつまでも元気でいられるように、高齢者の人たちと一緒にスポーツをするっていう、うん、そういうのは今はもう本当に至るところでそういうことをやってるんですけれども、うん、サンガは20年前にその介護予防っていう言葉を使って、 で、えー、スカイクロスっていう競技があるんですけど、まあ、フリスビーみたいな競技なんですが。うんうん、まあ、それが高齢者ができるように改良されているスポーツなんですけれども。うん、まあ、その競技大会を、まあ、サンガの名前をつけて、サンガ主催で。スカイクロスの大会をやったりとかですね。まあ、そんなことも、あの、実際にやってましたね。うん、はい、はい、ということでした。高村さん、ね。すごい興味深かったです。うん、ありがとうございます、まあ。やっぱアイデアマンですよね。うん 競技も違ってもいいとかね確かに別にいいですもんねつけてたのもね、はい J リーグだからまだまだ私たちもその活動はしてるんだけれどもそれをあの知っていただくっていう取り組みがまだまだ足りてないと思ってましてその J リーグの理念とか本当に地域に根ざしたクラブになりたいんですってあのいろんな活動してるんですけどもそれを告知する力っていうのをもっともっとつけていかなきゃいけないなってってもっと皆さんとその考え方を共有していくと。 自分たちが思っているだけでは実現しませんので、うん、まあそういうことがまあ必要かな。でも100年かけてやればいいと思ってるので、はい、まあそれはあのしっかり一歩一歩やっていけばいいのかなと思ってます。うん、改めてお礼言って終わりたいと思います。うん、皆様ありがとうございました。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 